はい、どうもセリカです。あ、イベント来るんだ。イベントが来てる。なるほど。今日シーズンが入れ替えなので、ログインをしてるんですけども、2月3日に、限定節分イベントがあるっていうお知らせがあったので、単発イベントだけかなと思ったら、イベントが来る。うわ、ガチャすごいな。豆巻き少年。鬼怖すぎ。何これ、太巻き。ホクホク製。今年はホクホク製なんですね。あ、何これ、酒天童子。酒天童子こんななの、うわー、いかつ。あ、いいね、ワードいいですね。捕まえちゃうぞ。このワードは使えます。かわいいのはなかった。順位は見ないでいただきたい。忍者剣がゲットできるということで、忍び足だワン。ね、忍者シーズン終わっちゃいましたけど、かわいいので使っていきたいと思います。はい、で、この報酬スキン2体もらう方法を、リンク、説明欄についてますので、もしよかったらチェックしてみてください。ということで、イベントか、節分イベントっていうことですね。なるほど。出た。なんて読むの？牛鬼？牛鬼？うわー！え？実はビーチが好き。何者ですか、この人。カニとか。え？雲？雲に見えるけど。うわー、ちょっとまた苦手なスキンが増えたなー。前回もちょっとカエル？地雷屋が乗っかってるカエルが苦手でございまして、またなんか変なの来たな、動きやばそう。はい、次の報酬ってことですね。うわー、了解しました。はい、ということでログインボーナス終わって、あ、そうか、イベントで出ると言われている豆巻き広塩には2月3日限定で、今シーズンとはまた別の鬼っていうことですね。何これ、頭どうなってんのこれ。節分でこんな大きい頭ある？なんだろう、豆が乗っかってんのかな。節分って鬼と豆以外になんかあります？なんだろう。あとこのスクワットですね、またお面かな。鬼のお面をかぶってるのかな、片側に。なちっちゃく見えるんだよねこれ。めちゃくちゃちっちゃく見えるけど、普通サイズの人だと思いますが、この星1の青鬼もよくわかんないな。豆が大量に乗っかってるか。鬼のシルエットではないですね。鬼だもんね。なんだ。もじゃもじゃ頭じゃないし、角？ちょっとわかんないですね。で、ガチャのページ行っちゃうと、ガチャバトルの鬼っていう風で出てきちゃうので、もう見ずに100人サバイバルやっていきたいと思います。せっかくなんでね、忍者剣でやりたいと思いますが、一応は、普通の青鬼と、シルエットスクワットのレア青鬼と、あとはイベント限定マップですよね。その辺を狙って何回かやりたいなと思いますが、あ、これは普通のマップですね。よし、ではマップは違ったので、これ今初めてやります。なので、星1の青鬼と、レア青鬼に、あ、豆だね。豆が落ちてるのと、赤白の紅白の垂れ幕みたいのがあるので、まあ、節分をイメージした仕様になってるんだと思いますが、鬼は出てますね。ちょっとお祭りみたいな感じですよね。垂れ幕がある。で、ガチャが結構渋かったんですけど、イベントなので、残っていかないので、まあ、シーズン中にゲットするっていう感じだと思います。これ終わったら一回100連ぐらい引いて、100連ぐらいやって、で、あとはマップと鬼探しに行きたいと思いますが、ここで出会えればいいですもんね。マップは、違いましたけど、いる？出てるよね。あ、2体目も普通の鬼。なんかね、見当たらない。どこにいるんだ？鬼はね、まだ見てないので、あ、テケテケが怖い。あ、青鬼来てる。待って、上の方かな？え？青鬼いる？オカメの仮面が、あ！え？あ、ヒカキン、え？ヒカキンさん青鬼。ちょっと待って！何今の？え？嘘みたいな鬼がいたんだけど。何？やば！いやいやいや、怖い怖い。リアルリアル。中身の具がリアル。ちょっと待って。落ちそう、頭もげそう、大丈夫これ、重た。そういうことか、シルエットわからんよ。恵方巻きかぶったお兄さんでしたね。びっくりした。何、黒い烏帽子かなと思ったら海苔巻きだった。うわー、ヒカキンさんがかぶってるみたいになってる。ちょっと待って、衝撃、マジで。うわー、びっくりした。うわぁ、びっくりした。笑わせてくれますね。やば。やばかった。想像を超えてましたね。あー、びっくりした。
いやー、びっくりした。やっとここのガチャのページを見れまして、恵方巻き鬼。はー、相変わらず確率は低いんですが、タラバガニ、木彫りの熊なども私持ってないので、まあ、100連では出ないと思うんですけど、豆巻き少年ぐらいは狙って、まずはやりたいと思います。いや、びっくりした。皆さんの反応どういう風なんだろう。鬼を見たとき、これだけじゃわかんないですよね。なんか、まあ、のり巻きの帽子かぶってんのかなぐらいですよね。あ、出た。豆巻き少年。鬼怖すぎ。この子ちゃんと巻くのかな手を。で、節分になる2月3日限定の、ヒロシ、巨大豆巻き鬼みたいなのも多分、あんな感じで豆をパーって巻くタイプの、びっくりした。よかった。可愛いのが出た。ありがとうございます。目の保養になる。ひどいね、残りは。どれぐらいだ ?3 万枚ぐらいで100円やって、ちょっとだけ探しに行きたいと思います。やばかった。のり巻きが具がね、後ろから見たらすごかったのと、横から見たらなんか、エイリアンみたいな感じで、頭がもげそうでしたね。首いっちゃうんじゃないかっていうぐらい。やばかった。びっくりした、本当に。笑わせてくれる、本当に。鬼の会議に出たい。どういう話し合いで、このもげそうなぐらいの恵方巻きを被ることになったのか。ね、普通だったらこの、具が青鬼の顔になるぐらいの、イメージでも良かったかなと思うんですけど、まあ前は青鬼か。後ろから見たら具だけど。あー、面白。すごいの来ますね。で、シーズンイベントはずっと続くんですけど、その中でも2月3日だけ単発でイベントがあるということで100連出ませんでしたので、復刻は夏祭り。熊さんの顔がさ、ひどいですね。被りまくってる。あ、これだ、これだ。やっと来た。やっと来た。これがイベント限定マップですね。結構やってたんですけど来なくて、え、ここ通れるの？え、この茶色い、濃い茶色のとこって大体いつも壁だっ、うー、見方がわからん、通路。え、歩けるの？どこ？壁なし？壁なし？ただの床の模様ってことかな、この茶色いとこ。通れなそうで通れる。もうこの壁の時とさ、普通に通れる時の区別ができないんですね。私多分そういう感覚が乏しいというか、立体感覚能力みたいな、なんていうの、マップを縦にこう見るのが苦手というか、壁なのか床なのか、一マス壁の、なんていうの、壁沿いなのか、わかります？この壁なのか床なのかがね、よくわかんなくなるっていう感覚を持って音痴でございます、基本的に。あ、いるいる、完成鬼いる。あれ、完成鬼いたっけ？いたか。覚えがない。マッチングで完成鬼いなくても完成鬼がいたりする時があるので怖い。まあヒカキンさん鬼結構出ますね。レア鬼はね、まだ会えてません。今ね、何回かやってます。これ、このマップが出るまで10回ぐらいやったかな。やだ、ここもいけるの？結構上ある。鬼の顔な気がするんですけどね、ここ。赤髪のこの赤鬼お面みたいな。恵方巻き何回見ても笑っちゃう。え、鬼の顔な気がする。これ目かな？目？真ん中の線はなんだこれ、謎だな。え、ここも目？どういう顔？下から出てる牙みたいのはない、何の形かちょっと分かんないけど、割と狭い。狭くはないか、なんか平べったい感じですね。なんか半人間みたいなとこあるけど、ワンフロアではないというか、死んだ方がいいかこれ、とりあえず。マップを見なきゃ。はい、ちょっと引きで見たいと思います。お、え、え、花？ん、東西南北書いてある。あ、柄だったんだ、やっぱり。へー、全然違った、予想と。はい、綺麗なお花の形でしたね。11回ですね、11回ぐらいやって、やっとイベントマップ来たっていう感じで、声がちょっとガラガラでごめんなさい。っていう感じでございます。はい、なのでまあ11回ぐらいではまだ会えなかったんですけども、とりあえずは恵方巻き鬼には会えましたね。衝撃的な具が見える青鬼でございまして、こっちの人はね、まだ見れてないので、もうちょっとまあ忍者鬼ほどかかると50回ぐらいやんなきゃいけないのかな。ちょっともうちょっと粘ってまた探したいと思います。え、待って。待って待って。すごい名前の方がいた。一応ね、今、青鬼探しとイベント限定マップを探して何回かやってるとこなんですけど、すごい名前の方がいたよ。あの、私かな？違ったら恥ずかしいけど。そんな名前の方がいるんだ。ちょっと会いに行きたい。え？完成鬼いた？え、マッチングに完成鬼いた？
怖すぎるんですけど、なんかね、感性鬼が結構バグってる。このコンフィデンスマンの土の子鬼が、普通のマップに、まあ、前回からですけど、まあ、その前から結構出てくるのと、あとギター鬼、月曜日なんで、月曜限定のギター鬼が、こことか、いろんなマップに出てきたり、マッチングに感性鬼いなかったのに、こうやって出て、いる、やっぱりギターになってる。出てくるっていうね。怖い怖い。謎の現象。ちょっとここはもうマップも違うし、青鬼も会えないんですけど、とりあえず、すごい名前の方がいたので、会いに行きたいんですが。あ、いた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 。誰だろう。本名がわからない。ありがとう、私かな。私だったら嬉しい。しかも、オーラついてる。かなり、やってらっしゃる方かな。うぃ、父の子。誰だろう。誰かな。そんな名前にしてくれてんの嬉しいけど、誰かがわからなくてごめんなさい。とっても嬉しいです。けど、待って。待て待て待て。どこ行っちゃった？嬉しい。そんな名前にしてくれるなんて大事な試合を。感性鬼が怖いな。ギター鬼の動きがやばい。ちょっともう一回会いたいな。どこだ？あ、いた！嬉しい。大好きになってる。好きより上じゃないこれ。みんな大好き。みんな大好き。ありがとう。誰かな？これだ、ワード。ちょっと待って、止まらないとさ、ワードが出ないで。いやー、会えたね、言うの精一杯なんだけど。みんな大好き。会えましたね。ちょっとな、本名がわからないけど、嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。本当にこんな名前にしてくれるなんて。ワード、遠くに行かないと。ワードがね、選べない。ちょ、あと4人。どこ、ベテランですね。もうワードしっかり変えれる。私ね、いちいちさ、待って、死んでくれたの、もしかして。青逃げをさせてくれたのような感じですけど。やめてー。切ない、死んでしまった大事な一試合を。使ってくれたの、ありがとうございます。いや、申し訳ない。はい、ということで、シーズン変わって、節分シーズン来ているようです。ガチャも変わって、マップも特別マップと、節分仕様になってまして、レア青鬼も出るという感じでございます。またちょっとこの青鬼に会いたいなと、ガチャもまた狙いたいなと思います。で、2月3日限定のイベントが来るということなんで、そちらも楽しみに待ちたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた見に来てください。それではまた、バイバーイ。